お疲れちゃんです。ラットです。ということで、今回もね、クラッシュライダーやっていくんですけど、今日はね、サバカの方でやっていきたいなと思います。で、こちらのね、ホグデッキを、今日は使っていくんですけど、こちらね、世界大会でも結構疲れましたね。本当に3、4回ぐらい使われたのではないかなと思います。ホグデッキでございます。まあ、アーチャーがね、やっぱり矢のアメで死ぬのは死ぬんですけど、やっぱね、なんか万能と言いますか、スケルトンラッシュの使用率がちょっと高いんですよね、最近。スケラ。アイスイズベビー入りのスケラだったり、まあ、メガナイト入りのスケラだったり、まあ、結構スケラが多いっていうので、まあ、スケラに対してあと強いのと、あれですね、今、雪玉とか、タルババとかがいて、インフェルノタワーがですね、まあ、ちょくちょく活躍してますね。エリゴレに対してインフェがそんな働かないんですけど、エリゴレ以外の、てかエリゴレメタが結構ラバとか、まあ、そういう大型系になるんですよね、大型であったりだとか、まあ、なんかそんな感じなんですけど、それに対して、まあ、インフェが勝てるっていうので、まあ、一周回ったと言いますか、回ったんか知らないけど、そうですね。なんで、インフェがちょっとかけて暴れてますね。ラバも最近増えてるんで、ラバ引けたらちょっと美味しいなーって感じですね。これ、サンガゴ？ペッカ工場？ん？なんか違うな。まあ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 。ペッカデッキですかね、相手は。はい。ここは、バルキリーで美味しくいただきます。で、昨日ですね、昨日マルチ動画上げて、そう、めちゃくちゃ好評で、いや、良かったっすね。なんか最近すげえ調子いいんですね。最近、なんか動画内でも結構負けてないと思いますし、こういった運もね、いいですし。そうなんですよ。最近ね、めちゃくちゃ調子良くて、今ね、コタとかライキさんが、もしやったと思われるんですけど、なんか海外のね、大会に今招待みたいな感じされてるっておりましてですね、なんかね、海外のそう、もうほぼプロで、まあアマチュアも何人かいるんですけど、まあ、ほとんどプロで、いろんな国のプロが集まった大会みたいなのを今ね、そう、僕はもうすぐなんですけど、13日ぐらいにね、僕も試合あるんですけど、まあね、もうほんと90人ぐらい参加してるんですよね。なんで、まあ本当にハイレベル人たちしかいない中で、まあ、勝てるかどうかっていうね、結構そう大きな大会にそう招待いただいてるんで、まあ、そこでねちょっと勝てるようにね、ほんと頑張りたいなと思ってますね。コタがな、まあ、多分言っていいと思うんですけど、ツイートもしてましたし、多分 YouTube でも言うのか分かんないですけど、10試合あるんですよね。10試合、その同じグループ内で総当たりで10試合、5試合5試合、2日に分けてかな、なんですけど、コタで2勝3敗とかだったんですよね。そう。だから、コタ結構、オフラインすげえ強いんですよ。オフラインじゃなくてオンラインか。その場所に行っていかないやつですね。謎にオンラインよりオフラインの方がコタ結構強くて。そう。まあ、そのコタでさえも、これ多分インフェに寄ってきてくれるんじゃない？あ、ごめんなさい。寄ってきてくれなかった。そうだったんで、まあ、結構ね、ハイレベル。よいしょ。で、ライキさんもね、どこだったかな、あんま覚えてないんですけど、で今、ライキさんがこうやってる時に動画撮ってるんで、そう。よいしょ。何勝何敗かとかあんま分かんないんですけど、まあそういうのがね、あるんでね、また、まあ、朝めっちゃ早いんでね、見てっていうのは結構無理があるかもしれないんですけど、結果報告ぐらいならできると思うんでね。よいしょ。ここクエイク強いんでね、ご利用します。エレキ降ってくるかな、ワンチャン。よいしょ。これクエイク回せば勝ちなので、うぃ！クエイクね、こう、施設に対して優秀、有効、まあ、なんですけど、相手ペッカデッキで、こう、施設なくても、結構余裕なんですよね。そう。で、施設、なんか腐るっちゃ腐るんですけど、最後のね、ああいうところでね、めちゃくちゃダメージ入りますし、なんかクエイクっていうカードね、上手い人ほどめちゃくちゃ使ってるんですよね、そう。腐るからこそ、なんか、そう、辛い場面もあるんですけど、なんか、腐るけど使い方がうまいみたいな。今、ああいう最後の最後で、こう、クエイク打って、ダメージをこう、ゴリゴリ、押し込んでありだとか、ですね。よいしょ。で、これ、インフェルノタワーがね、さっきも言ったんですけど、今、こう、影でいいんじゃないかっていう話なんですけど、このスケルトンラッシュとか、ビビードラゴンとかのデッキも、インフェルノタワーに対して何もできないんですよね。そう。で、こういうのも、こう、インフェルノタワーだけで全部美味しくいただけるんですよね。なんで、インフェルノタワーを、こう、防衛で、こう、結構使えると、あとは、端前に、こう、インフェルノタワーを置いたりとかも、まあ、場合によってはね、あるんでね。よいしょ。これちょっと相手のデッキがわかんねえのと、これちょっとマスケティーヤ邪魔なんで、ノックバックさして、あはは
ノックバックさせて、そのアーチャーで処理しようとしたんですけど、空振りました。で、ワンチャンからトルネード。コウモリで処理。よいしょ。で、これベビーの、あ、痛い。ザップでしたね。なんでザップやねんっていう感じなんですけど。ボーラーベビー、ナイトマスケ。まあ変なデッキですね。うん。まあでも、スキルのなしに対して、アーチャーが高回転でもあるんですよね。で、ホグの、マジでこれ、ホグの上手い人あるあるなんですけど、てか、まあ、クララ上手い人あるあるなのかな。まあ、結構ホグに、見られるんですけど、こう、一つ覚えておいてほしいのは、この、相手が攻めてきた瞬間に攻めるっていうことですね。まあ、どういうことかと言いますと、ホグデッキって、まあ、言ったら高回転なんですね。基本的にどのデッキも。なんで、こう、相手が攻めてきたときに、こう、なんていうんですかね、守るカードをこう、1枚だけ置いちゃえば、基本的に守れるんですね。あと、回転が速いので、なんか出せるんですよ。なんか1枚か。こう、攻めた後でも、後から溜まるコストで、なんか耐えれちゃうんですね。なんで、こう、相手が攻めてきたときに、同時にこっちも攻めるみたいな。で、後から溜まってくるコストで守るみたいな感じですね。なんか、イメージ的には。そうで、相手もうインフルターンどうにもできないと思うんで、端前ちちゃーんって溶かしちゃいますね。ベビー来る。うん。ザップなんで、あ、だインフェ、あれだ、ザップだった、この人。なえる。で、スケラ来るようにアーチャー出して、で、ここでスケルトなし来てたら、ここで一回攻めるみたいな感じですね。よいしょ。で、これはもう、削りに行きます。クエイク2周かな。で、クエイク打っちゃえば、2周183。ないとウェイ。いや、おかしいんですよね。今ので攻撃が通るっていうのもおかしいんですね。ここで本当はスケルトンラッシュ来たら、ここで逆サイ一気に攻めるみたいな。そうすると相手はこのスケルトンラッシュに対応した僕のあーちゃんに、まあファイアーボールでしたね、打ちたいんですけど、僕がこう攻めることによって、同タイミングに攻めることによって、相手はうわーマジかってなって、ファイアーボール打つと防衛できなくなるんで、相手は攻め呪文を打てなくなるんですよね。そう、そこで、そしたら僕の方がちょっと入るし、相手の攻めを、まあ、不完全な攻めで終わらせられるっていうのが強みですね。よいしょ、これクロスだったらもう勝ちですよ。だってクエイクあるもん。施設には優秀ですね。まあ、アーチャー入りデッキ他に、あんまないと思うんで、結構クロス説はありましたね。こう、クエイク打っちゃうと次のクロスがちょっと怖いんですけど、まあ、打っちゃいよーんって。オッケーオッケー。いやーもうこれね、ちょっと気持ちいいっすね。でもクロスに対して、意外とクエイクデッキって負けることがあるんですよね。クロスデッキの特徴としては、まあ、テスラクロスの場合は、なんですけど、相手が攻めクロスをしてくれば、クエイク打てるんですけど、攻めクロスをしてこなかった場合ですね、やっぱ防衛から入られると、そう、テスラにクエイク打たないと僕は突破できないんですよね、僕も。そう。なんで、そうなると、相手はテスラに僕がクエイク打つのをずっと待ってくるんですよね。そうされると、ちょっと辛いですね。これ、スケ咲いてるんで、インフェの防衛受けがなんもない。で、この人、ナイトだったんで、アイスゴーレムじゃなかったんで、このコウモリがむずいんですよね、防衛。よいしょ。このコウモリ無双ですね。はい。で、ここはクエイク打たなくてもいけるんじゃないかな。で、スケかなんか出る読み。ウェーイ！いや、最近調子いいんすよ。いや、本当に調子いいんすよね、なんか。気分いいですね。いやー、これをもっともっとね、なんか、その、実力としてね、この調子いいを当たり前にね、ちょっとできるようにしていきたい。ちょっと今、かっこいいこと言ったな。はい、もしかしたら、この相手はね、諦めたのかなと思ったんですけど、ここはさすがにインフェ警戒いきますね。オッケー。こう、スケで耐えて、で、ここで逆サイ攻めてあげると、相手はバルキリーを守りたいんですけど、そうすると、僕のホグライダーを守れないよねって。で、この後から溜まったコストのこのクエイクでね、処理してあげるって感じですね。で、これは、あ、タワーに巻き込めばよかったですね、この雪玉。で、相手としては、もう今攻めるしかないので、来ますね。よいしょ。あー、まあ分かってるか、相手もさすがに。まあクエイクが溜まれば、溶かせますので、落ち着いて、低めで受けて、よいしょ、クエイクと、まあ雪玉これしっかりね、タワーに。さっきね、ダメな雪玉やっちゃったんですけど。オッケー、このテスラも次のクエイクで一緒に巻き込めますので、アーチャーをね、あとはスケでね、ほぼほぼ完封できます。横に、なんか横の位置に、出してあげるとね、ちょっと今ミスったんですけど、で、ファイボカウッド飛んでくる。これも限界まで待って、よいしょ、これもクエイクと、はい、確実に守ってあげれば余裕かなと思います。
いやーいいですね、クロスに対してここまでこう圧勝できますとって感じで、まあホグライダー使う上で相手が攻めてきた時に一体まあ出すか、まあ先に攻めてもいいんですけど、とかもうほんと同タイムですね、攻めきたあの瞬間にこう逆サイホグ一体単体飛ばすだけで相手はね完全に攻めきれませんので、その後こっちはねアーチャーバルキリーとかなんかスケとかでね、こう雪玉とかでこう後々ね防衛できますので、相手が攻めてきた瞬間に攻めるっていうのはねこう意識するだけで結構ね勝てるようになるんじゃないかなと思います。よければね、あれですね、こちらね今結構強いです、まあフレバド系とかねそういうのでよく使われてるデッキですので、まあよければねお使いください。エリババとかね多いところでも受けありますし、まあウィザードとかネクロマーサーに対しても優秀なバルキリーもあるんで、結構ね4000、5000体でも結構レアとかウルトラもないしスーパーレアもないので、こう無課金の方にもね優しいデッキかなと思いますので、よければお使いください。チャンネル登録と、はい、高評価の方もねぜひよろしくお願いします。では、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。